イオンモール、札幌内イは、北海道札幌市東区東内イに所在するイオン、北海道運営のモール型ショッピングセンター。三菱商事系列の不動産、投資信託日本都市ファンド投資法人所有。総合スーパー、ジャスコ札幌内イ店を、各店舗として2003年6月25日に、イオン、札幌内イショッピングセンターとして開業した。建物は、 地上2階建て、駐車場は、平面と屋上を合わせて1940台、収容可能となっている。その後、各店舗のジャスコ札幌ナエボ店は、2011年3月1日に、イオングループの総合スーパーをイオンに、店名統一することに伴って、イオン、札幌ナエボ店に改称した。2011年から進められたイオンの、大型ショッピングセンターの名称の、 イオンモールへの統一に伴い、同年11月21日には、イオン、札幌ナエボショッピングセンターから、イオンモール、札幌ナエボに改称した。開業時には外壁に夜間に、札幌市のキライラックと、東区のマスコット、タッピーを投影して、地域性を出したほか、夕焼け色に染まった、昭和30年代の路地裏を再現した、飲食店街なども併設されていた。 開業直前に、同じイオングループとなったポスフールの総合スーパーで、近隣に立地していたポスフール東ナエは、業績不振により2005年5月に閉店した。閉店後の同年8月に建物には、キャッツアイビック東ナエ店が、温浴施設などを併設する形で開業したが、2016年3月31日をもって、閉店し、建物は解体され、 d c m 4マック等が開業する予定。各店舗のイオン、札幌ナエボ店のほか、96の専門店テナントが出店する。開業時には、夕焼け色に染まった昭和30年代の路地裏を再現した飲食店街なども併設されていた。出店テナント全店の一覧、詳細情報は公式サイト、フロアガイドを、 営業時間及び ATM を設置する金融機関の詳細は公式サイト、インフォメーションを参照。北海道中央バスの路線バスのほか、無料送迎バスも運行されている。詳細情報は公式サイト、バスのご案内を参照。ありがとうございます。